はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリビッシュです。では今回はギレンデ予防セガサダンバネオジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。キャスバルで、ネオジオンを立ち上げた後ですね、早速ズームシティに攻め込む、サイド3に攻め込むというのを前回やったんですけども、敵はですねドズルのビグザムはじめビグロなどなどモビルアーマー部隊の守りが固く、この攻略ならずということで、今回はですね少し戦略を変えています。まず戦力の増強ということで、陸ドムの増産に、ひたすら励んでいるというのが一つと、あとですね、ズムシティ、サイド3にこちらから攻め込むというのは一旦やめています。で、そうした中ですね、敵がモビルアーマー部隊を、これどうもアーバオア空方面に移動させているようなので、ビグザムがですね、アーバオア空に入るのを確認したら、サイド3に攻め込もうと思います。ビグロン2機、ビグザム1機、これがいなくなるだけで、だいぶサイド3の攻略容易になると思うので、このね、状況を見守ってチャンスあらば、サイド3に攻め込むというのを考えていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。はい。そしたら、ビグロ2機がまず、前進して、グラナダ方面に向かってきている気配。あと1機、チベですかね。出てきている気配あるので、ビグザムが遠ざかっている間に、このビグロ2機とチベ1隻、これの撃沈を行っていきたいと思います。まあ、舞台はまずはですね、シャー、キャスバルを G3 ガンダムに乗せました。まあ、運動性能が60、耐久が300になっています。これ今まではですね、シャー専用リックドムに乗せていたんですけども、シャー専用リックドムよりも、まあ、やっぱり、G3 ガンダムの方が耐久力、運動性、両方とも優れているので、シャーとね、セーラサを入れ替えた形ですね。では、これで戦っていきましょう。エルメスのララーと、そうだな。シャーの G3 ガンダムで、まずはビグロ2。これをなんとかね、撃破していきたいと思います。これが撃破できれば、ズームシティのね、戦力だいぶ少なくなってくれるんじゃないかなと思いますので、これをまず撃破していきましょう。ここでチベ、ビグロ2機を撃破できれば一気にね、ズムシーサイド3攻略が見えてくるので、まあ、エルメスと G3 ガンダム、あとはホワイトベースのブライト、ペガサスのミライさん、さらにシャリアブルとかね、この辺りも投入して、まずビグロ2、これを撃破した後、ビグザムを迎え撃ってビグザムも撃破、これがねシナリオになります。まずはビグロ1機、そしてここもビグロですね。このビグロも倒せる。よし、これでものすごく手こずっていたビグロ2機、これをね、撃破できましたね。コンスコンのチベを撃沈です。これであとはビグザムですね。あ、ちょうど今グラナダとサイド3の間ぐらいに敵のビグザムが、あとですね、あ、バオア空から空母ドロス、あとグアジンかな、これも向かってきているので、これもね撃破をしていきたいと思います。エルメス2機向かわせているので、これで撃破して、その間にですねリックドムの実弾バズーカーでビグザムを仕留めるという作戦ですね。でビグロ2機撃破して、また生産されると面倒なので、早めに侵入はね、一度しておきたいと思います。で、勝ち目がなければ退却して侵入してっていうのを繰り返して、なんとかですね、サイド3での生産行為をストップさせると。これによって敵の戦力増強を妨げていきたいと思います。ではですね、リックドーム、全部で11個。さらに G3 ガンダム。そして、カイのガンキャノンから
このビグザムを攻撃していきたいと思います。ビグザムがちょうどですね、今サイド3のコロニーの上に陣取られているので、このままエネルギーを削っていくっていう戦い方もできない以上ですね、ここでビグザムを撃破しておきたいというふうに思います。なんとかビグザムを撃破できればサイド3ズムシティに攻め込んでいけると思うので、まあ、そこまでね、進めていきましょう。やってやる、いくら装甲が厚くたって。これはジーンがビグザムに挑むと、まあ、そういう場面ですね。どうだ、一旦では倒せない。さすがだなビグザム。格闘が入って、まあ4分の3ぐらいは削ったので、次のターンで撃破はできそうですかね。これでドロスを撃沈です。まあさすがエルメスは強力ですね。ユニット自体が強いというのもありますけど、そこにニュータイプクスコとララ乗せてるというのが、まあさらに能力にブーストかけてるような状態ですかね。で次の段でドーゼルのビグザムを撃破しつつですね、主力部隊はいよいよサイド3中へと侵入していきましょう。ではですね、まずこのビグザムも虫の息なので、このビグザムリックドムとガトル、あとはブライトのホワイトベースの砲撃で沈めていきます。でバウアクーから出撃してきていた敵の部隊ですね、これもドロス撃沈したことによってだいぶ勢力弱くなってますので、これも撃破していきましょう。でシャアはね、サイド3の方に侵入するというターンになります。ここでビグザムも撃沈できれば、攻略としてはだいぶ進むかなというところですね。ビグザムを撃沈。これ式のことで国中の笑い者だな。でサイド3の攻略部隊はですね、エルメスがいないので、まあ、シャア中心にしっかりと物量というかね、リックドームしっかり運用して戦っていくのが重要かなと思いますので、特にですね、まあ、シャアを撃沈されないように、撃墜されないように一級を配りながらも前線でね、戦ってもらいたいと思います。百戦錬磨のこのわしが。ではサイド3と攻防戦ですね。ここにビグロが1、ブラウブロが1、ここにいるのがちょっとわからないけどエルメスかな。あとザクレロが1ということで、まだまだ敵モビルスーツ、さらにモビルアーマーと数は揃ってそうですね。まあ、撃墜撃沈されないように気をつけながらですね、進んでいきましょう。ビグザムのドズルは撃破したものの、まだガトーがリックドムに乗ってたりして、決してね、サイド3の防衛力弱いとは言えない状態ですね。まあ、確実にリックドム排除しながら数を減らして、次のターン、次のターンあたりで入ってくる増援をね、当てにしたいと思います。キャスバルがエネルギー切れだな。ここまで戦ってきたツケが来ましたね。まあ、数は減らしたというのもあるので、一度撤退してもいいかな。まあ、何よりもシャアのエネルギー切れというのが大きいので、このまま継戦する力は残っていないところになりますので、キャスバルを一度戻して、シャリアブルも戻して、回復できるところまで逃亡を図りましょう。撃破できる敵もいないかな。このリックドムは倒せないな。ガトーというのがね、強いですからね。一度回復拠点に戻って回復していきましょう。でシャアはそうそう落とされない
と思いますので、シャアだけ残って拠点防衛に入ってもらいます。戦闘さあ増援を迎え入れて、もう一度ねこちらから攻撃を仕掛けていきたいと思います。シャアはまだ回復量が少ないな。もうちょっとシャアはねエネルギーを回復してもらいたいなというので、ここでもう少し待機してもらいましょう。その間にこちらから潰せる敵は潰していきます。数で互角、パイロットの質でまあややこちらが有利っていう状態に持ち込めたかなとは思いますので、ここからはですね、まあ、思い切った戦いをしていきましょう。ただ撃破される可能性のあるユニットは、まあ、ちゃんと温存して、まあ回復にね努めていきたいなと思いますので、まあ、そのあたりは注意をします。ここにいるエルメスか、このエルメス倒せる力あるかな。セイラさんのリックドンもちょっとダメージ受けてるし、このララーもちょっときついのか、エネルギー切れだな。とりあえずこのガトル発進してこのエルメス動き封じられるかな。ちょっと封じるまではいかないかな。ただ分散して敵の攻撃を散漫なものにさせておきましょう。このエルメスは敵のエルメスを撃破して、そこからまずは回復とこういうところに入っていきましょうかね。このエルメスがここで倒せるともちょっと思えないですけど、まあ、ちょっとできる限りのことはしていきましょうか。でも敵の残りの数だいぶ少なくなってきましたので、さらに進撃をしていきましょう。シャアの G3 ガンダムが少しエネルギー切れ起こしているので、ザンジバルに収容、体力を回復していきます。このビグロはエルメスの攻撃で仕留めましょう。敵の残りの数がですね、リックドムが3かな、それにまだ索敵終わってませんけども、ザクレロが1で画面外になりますが、ブラウブロが1というのが敵の今総戦力ですね。まあ、我々の方も部隊だいぶすり減りましたけど、それでもだいぶ余裕がこちらの方にあるという状態にはなりましたので、ここからですねいよいよ敵の本拠地を取りに行くという戦いにシフトしていきましょう。まあ、ザクレロもリックドームと G3 ガンダムで攻撃すれば削れると思いますし、ビグロを倒したエルメスが合流してくれれば盤石。さらにこの後まだ次のターンでね、この G3、サイド3に入ってこれる部隊もいますので、時間はかかると思いますけども、このままご利用しできるかなと思います。ではもうこのガトーを先に仕留めましょうか。ガトーが意外と硬くて、健在で残ってしまってるので、このガトーを仕留めて、一旦、敵のモビルスーツ隊の完全排除としたいと思います。もしかしたらこの戦力だとセイラさんが撃破されてしまう、まあ、可能性もあるかなとは思うんですけど、まあ、それでもここは押していきたいと思います。なんかビグロがここに生まれ出てんな。ケリーのビグロ撃破したはずだが、いるか。このビグロを倒すのはエルメスじゃないときついな。シャアの G3 ガンダムもう出せるといえば出せますが、ジーンがエネルギー切れだな。ということはこのターンは一度回復に努めて、次のターンで確実にビグロを仕留めましょう。ケリーのビグロ撃破。まあ、やっぱりシャアの G3 強いですね。負けか。焼きが回った。で続いて
ガトーのリックドーム、これも撃破しましょう。これで残った敵、ザクレロとブラウドですね。ノビルアーマーがくしくも2機残った形ですけど、本当にジオンはモビルアーマーがこう見てもむちゃくちゃ豊富ですよね。ザクレロのパイロット未確認なんで、ザクレロのパイロットは確認したいと思います。ちなみにブラウブロの方はシムスが乗ってますね。まあ論外かなと思うので、ザクレロの方だけ気にしましょう。ザクレロパイロットなしだな。であればここはもう力押しで倒していきます。エルメスがエネルギー切れ起こしてるのがちょっとしんどいところかな。ただこの後もう逃がさないという形取っていきたいと思います。まあ、ブラウブロがねこの後攻撃してきた後に本拠地に移動されたりしても、まあ厄介は厄介なので、移動されないようにね、ちゃんとゾーンオブコントロール使っていきたいと思います。これでザクレロを仕留めて、ザクレロが今陣取ってるその本拠地を制圧すればね、ブラウブロドを弾き出して一度サイド3の制圧が完了するという形になるので、そういうシチュエーションをね作っていきたいと思います。怯えてやがるぜこいつは。よ、これでザクレロを撃破。手柄立てちまえばこっちのものよ。あとは丸見えになった本拠地の上にデデーンとね移動するだけですね。ただ今回のこの戦いもそうなんですけど、ジオン軍のモビルアーマーが強いんで、このまま行くとどうなんでしょうね。すごく攻略が難しそうな、そんな予感がしてますけど、まずはその攻略の第一歩ということでね、制圧します。報告します、ジオンの本拠地サイド3の制圧に成功しました。これでジオンは滅亡になるんだ。ジオンは滅亡です。しかも特に何のムービーも挟むことなく終了かな。そうですね、開発部より、そしたらサイド3攻略したことによって、ジオンが持っていた領地というか、中立になるんだな。これじゃあ制圧しながら進んでいく形かな。ソロモンはもともと連邦が持ってましたから連邦ですね。いや、なかなか厳しい戦いになりそうだな。この先はじゃあ連邦との戦いということになりますね。はい、では今回はね一旦ここまでにさせていただいて、次回じゃあアーバオアクーへ進行して、連邦軍とのね戦いに入っていきたいと思います。